本日こういう場に呼んでいただきまして ありがとうございます。ミシェル・メルマンとのコピーやらせていただきますルーシーです。盛り上がっていきましょうね。お願いします。
ちゃと喋る時間ですかね。喋る時間ですね。本日はうだけんバンドさんプレゼンツ、クレイジージャッツさんとジェッツさんでした。クレイジージャッツさん、後で殴られるかもしれないですけど、オープニングアクトですね。毛色が合ってるのかどうかはわからないんですけれども、こんなバンドでやらせていただいております。お声掛けいただいてありがとうございました。ありがとうございます。このバンドもですね、昔ネオンという飲み屋さんというか、ライブバーみたいなところが少し前まであったんですけれども、もうちょっとなくなっちゃったんですけれども、そこで店主の若根さんからですね、ノリでクリスマスにライブやってくれんかって言われて、やって2年ぐらい、今去年のもうライブ2回ぐらいしかやってないんですけども、そんなバンドです。なんで声がかかったのかはよくわからないんですけれども、まあ頑張り精一杯ねやらせていただこうかなと思っております。ありがとうございます。ミシェル・メナード好きな方とかっていらっしゃいますかね。どうなんですかね。はい、すごいいっぱい大好き、愛されてますね。ね、ついででいいんで愛してもらえたら嬉しいなって思います。じゃあ、そうですね、前座なんであんまり尺取ってもしょうがないので、このまま続けて何曲かやらせていただければと思います。時間的には大丈夫、大丈夫。あ、じゃあもうサクッとやって、なんかいたなぐらいで思ってもらえたかなと思います。雑に行きましょう。お願いします。はい、はい。Yeah.
よ。なんで前行こう。全員がしんどいんですよね。誰か飲み物をもらえないですか。あ、そういうこと。お、これ何が欲しいんだ。太くて硬いの。よし、じゃあ行きましょうか。あと2曲ですね、うん、あと2曲ですね。ちょっと長丁場なんですけれども、あと2曲です。あと2曲終わったら、あの本命が出てきますんで、耐えてください皆さん。あと2曲です。いや、しご頑張るよな。そうやね。ありがとう。
体力がもう持ちません。体力の限界。ジジイか。ジジイじゃん。ジジイです。最後いきますよ。もう一回いきますよ。いきますよ。いいの。いきますよ。